一般車とは特定の目的に供されないその他の車両のこと。一般車両とも呼ばれる。鉄道では優等車両以外の車両。すなわち特定の列車や種別で使用することを目的としない車両。つまり普通列車への運用を主体とする車両のことである。展示で乗車券のみで乗車できる車両のことをこう呼ぶこともある。日本国有鉄道 JR では 一般軽車両と呼ばれる。詳細は一般軽車両を参照。用途分類としての一般車東部鉄道における優等列車用車両と一般車両との対比。左から1800系、8000系、100系、200系、550系、軽半13000系電車、シティコミューターと呼ばれる軽半の一般車の一つ。小田急二千三百系電車元々は、 特急用として登場し、2度にわたって、準特急用、一般車に格下げされた。私鉄の車両については国鉄、JR のように事業者は元より国土交通省や日本民営鉄道協会でも明確な規定はしていないが、特定の列車や種別に供することを目的とした車両があり、そちらに分類されないその他の車両を表す意味で使われる場合がある。 説としては特急料金などを必要としない車両に対して表現する場合と列車種別や接客設備によって車両を定義することがあり特定の列車や種別などに専用で当てる車両があり営業運用上の区別が明確な場合その他の列車に使用する車両のことを表現する場合があるが定義としては恣意的であり実際には 有等列車における料金徴収の有無や一般車両の分類は事業者ごとに異なり、その事業者が運営する線区の実情に合わせた車両が導入され、同類の区分に近い表現として特定の車種に分類されない車両として解釈されており、便宜的にこの表現が使われているものとされる。また、私鉄には均衡軽車両の概念が存在しないため、 JR 東日本 E231 系、電車以降のような通勤型と近郊系の機能を兼ねるタイプの車両も事実上存在しないことから、大手、純、大手施設では単に通勤系車両そのものを指す場合もある。近畿日本鉄道では、特急用車両と団体用車両以外の車両を案内上一般車両と呼称しているが、 この場合は、乗車券のみに乗車できる列車に使用する車両を意味する。ただし、長距離急行列車を運行している大阪、名古屋線系統においては、トイレの有無や接客設備の違いにより、長距離急行用とその他の一般列車用の区別はされている。京阪電気鉄道では、京阪グリーンと呼ばれるグリーン系統に塗装されたロングシート車両が一般車とされる。 1957年から2008年までは上、半分が若草色で、下半分が青緑色であったが、2008年以降は上部が能力色、対戦が黄緑色、下部が白色に変更されている。なお、軽阪ではロングシート車両をクラス3と位置づけ、シティコミューターと呼称している。 優等列車用車両であった車両が優等列車の運用を離脱した場合、状態の良い車両は一般列車に転用される場合があり、この場合も一般車格下げ、通勤車格下げ、特急車格下げと称する場合がある。優等列車用車両はその性質上、快適性や速達性が重視され、接客設備や性能は時代とともに変化するため十数年も使用すれば、 見劣りすることがあり、状態が良くても、後継車両に比べて、性能や接客設備に遜色のある車両は、格下げの体制で、一般車の水準向上に充てることがある。かつては、優等列車には十数年ごとに新車を投入し、年出した車両は、一般車に格下げする傾向があった。中には、通勤軽車両に近づける改造を受けた車両もあり、この種の改造では、 料金不要の優等列車を運行している西日本地域の私鉄で見受けられた。他にも本来の優等列車専用車両導入後に一般車両への格下げすることを前提とした車両もあり、この種の車両では小田急2300系電車、京成3200系電車などが挙げられる。しかし近年では一貫して優等列車で使用する方針に転換しつつあり、 一般車への格下げは見られなくなりつつある。これとは別に車両そのものは用途を明確に定めていないが、登場間もない頃は、優等列車で使用され、後継車両の増備や置き換えにつれて、普通列車にも使用される車両もある。この種の例では6000系登場以前の名古屋鉄道の電車などが挙げられる。一方、その他の私鉄では通勤系の概念が存在しないことから、 単に地方の地域普通列車輸送に供するための鉄道車両として解釈されている。三陸鉄道ではイベント用以外の車両を一般系車両と表現しており、車両自体は JR の一般系機動車そのものであり、ここでも輸送量の差が大きく現れている。座席区分としての一般車名古屋鉄道では座席指定車両である特別車との対比で無料の 自由席車両を特急用車両も含めて一般車と呼称している。この場合には乗車券のみで乗車できる車両を意味するものであり、列車用途による車両区分ではなく座席区分として使われているものである。また、かつて運行していた JR 直通特急北アルプスには有料の自由席車両が連結され、自由席といえばそれを意味するものであったため、 それと区別する意味合いもある。南海電気鉄道においても通勤系車両を一般車両と呼称している。こちらも一部座席指定特急、サザンを運行していることから座席指定車両との対比で使用されているものとされる。日本国外において同様の故障を用いる事例としては、韓国鉄道公社のセマウル号における特質と一般質がある。自動車においては、 旅客輸送に供されない自家用の乗用車を指す。転じて、乗用車において高級車との対比で大衆車のことをこう呼ぶこともある。自転車の種類においては警戒車ことを指す。転じて、スポーツ用と競技用以外の自転車のことをこう呼ぶこともある。自動車ゲームにおいてはアザーカーと呼ばれプレイヤー以外の自動車のこと指す。ありがとうございます。